1996年、はい、アトランタオリンピックで有森さんが、ね、銅メダル取った時の、レース後のインタビューで有森さんの名言が出ました、自分で自分を褒めたいというコメントだったんですけど、この時のインタビューは藤井さんだったと、はい、そうですね、あの時のことをもう覚えていらっしゃいますか？いや、もちろん覚えてます、はい、オリンピックは、まあ、今もおそらくそうだと思うんですけど、インタビューの場所がミックスゾーンという、そこを選手が引き上げてきて、そこで各国の放送局がカメラを並べてインタビュアーがいてという、で当時も、正面のスタンドの下にその通路があって、その通路に抽選なんですね、この順番が国の、はい、たまたま日本はそのいい順番で2番目 の、 インタビュー席を確保して、一番がフランスなんです、日本、その後は全く覚えてないです。で、引き上げてきた選手が誰であっても、それは日本人でも外国の選手でも、リクエストがあれば引っ張ってきて、引っ張るっていうか呼んで聞いていいと、そういうルールがあるんです。でも選手が嫌だって言ったら、まあ当然嫌なんで、もうその前下がっていいんですけど、でたまたま有森さんが、まあ、銅メダル取って、まあ、前回銀なんですね、銀メダルの後の銅メダルだから、はいはい、まあ、1つランクが下がったんですけど、で彼女がバックスタンド、ここ写真ありますけど、お父さんお母さんのところに行って抱き合って、で戻ってきて、でよしすぐにインタビューできると思って、まだ感激冷めやらないうちにインタビューできると思ってマイク向けようと思って呼ぼうとしたら、フランスが先にやっぱりこの順番だから、まさか呼ばないだろうと思ったら呼んじゃったわけですよ、うん、そうすると待つしかないわけです。でおそらくね、有森さん英語は当然できるんですけど、きっとフランス語はそこまでではなかったんじゃないかと思って、ここのやり取り、もうこことそこぐらいの佐々木さんのところの距離ぐらいですよ、リポーター同士がこの間にカメラが入ったりして、はいはい、やり取りがね、なんかぎこちないというか、あんまりうまく噛み合ってはいないんじゃないかなと。でそれがまた延々とずっと喋ってるからこれ感激冷めてしまうなと思いながら、でようやくまあ終わって、で有森さんって声かけたら、彼女もちょっと安心したような、そこから話を始めたんですけど、うん、もう忘れまし、まあ、彼女とは同じ岡山県の出身で、そうですね、うん、その以前にもまあ取材させてもらったり、それから前回これの前の銀メダルの時もスタジオに来てもらって、まあ、そのこの前だからバルセロナ、はい、バルセロナの時のスタジオに来てもらって、銀メダルおめでとうございますというインタビューをしてるんですよ。だからまあ彼女も藤井のことはきっと知っていて、でその時もようやく日本語で話せると思ったでしょ。でインタビュー始めて、まあ、あれですね、忘れないですね、やっぱり自分で自分を褒めたいと思います。ね、なんか世の中に褒めてあげたいと伝わっているところがあって、そこを彼女は嫌がるんですね、はい、褒めてあげたいっていう言い方はしてないはずですっていう、そうですね、うん、そうですね、まあいいんですけど、やっぱりその後日談として有森さんが、うん、コメントは藤井さんが引き出してくれたんだという話をされてるんですよ。で藤井さんがちょっと待ってくれたと、うん、その待ってくれたおかげで自分からコメントを出すことができたということなんですけど、あそこは藤井さんはやっぱり待ったんですか？いや、おそらくね、感激して言葉が出なかったんじゃないですか？いやいや、そんなことないと思いますけど。いや、何か有森さんがね、そこの前のフレーズが何だっけな、質問、インタビュアーとしての質問が、前回銀メダルで今回銅メダルとなりましたけどとかっていうきっと話をしたんだと思うんですね。そしたら、メダルの色はどうですけどとかって言って、って話し始めて、なんとかですけどって言って間があって、まだ何かもう少し我慢してれば言葉出そうだなと思って、結構ね、こういうフェンスギリギリでこうやってやってるんですよね、はい、カメラが、はい、でこうやってやってるから、もう手がこう長い時間になるともう
震えるぐらいに来るわけですよ。でこうやってじーっとやってて、でようやくねその後に自分で自分を褒めたいって言ったかな、それが出てきて、ただその時はねそんなにあの世の中に名言として広まるような、その時あの本人の感覚はなかったんですよ。で後になって、まあ、1日2日経って、あるいは日本に帰ってきて仕事を終えて日本に帰ってきて、なんかワイドショーとかそういうところでまだあのフレーズが出てきてるんで、はい、ああそうなんだと思って、いやあの結構ね我慢するのが好きなんですよ。あの相手がねインタビューの時にね喋りたそうだったらね、うん、あの田島康子さんというね、はい、あの水泳の400メートル個人メドレー、この子銀メダルだったんですけど、本当はまあ金メダルが取れるかもしれないって言われていて銀メダルで、その時もインタビュー担当でプールサイド上がってきて、でまあ当然あのマイクを向けるつもりで田島さんって呼ぶんですよ。でねここが難しいのはおめでとうと言っていいかどうかなんですよ。銀メダルおめでとうなんだけど、本人にとってはね金メダルじゃないと嬉しくもないかもしれない。だから有森さんの銅メダルにしても本当はどうかわからないあのどういう思いか。だその時に田島さんの時もお疲れ様っていう一言言ったのかな、もうおめでとうとかっていうのやめようと。だお疲れ様って一言言っただけで、いや悔しいですって、ね、めっちゃ悔しいです、金がいいですって彼女勝手に言ってくれたんですけど、それもなんか後でそこのフレーズがあの残ったりして、だからね、ま、割とこう大して質問攻めにしないでポッとこう待つんですよね、きっと。でそれは張本さんにしてもその田島さんにしても話ができる人っていうのが分かってるから、だからなんか待ってる方が何かが出てくるんじゃないかなと思ってわざと黙ったりすることありますね。そうですか。あのよくアナウンサーの方やっぱりこう沈黙をそういう怖がってはいけないというのは、ああ本当はね、だからあの佐野山さん解説で貴乃花の時もそうですけど、貴乃花が引退するかもしれないという時の話もそうですけど、黙ることのねなんか重要性っていうのが、あの大相撲の中継にしてもスポーツの中継っていうのはね結構必要なんですね。あの緊迫感をテレビで伝えるためにはアナウンサーのコメントはいらない、必要ない時があるんですよ。もういよいよこの大一番で、例えば千秋楽横綱同士の相星決戦とかね、もういよいよという時にはわざと土俵に上がったら一言も喋らない。結構これまでもそういうのやってきたんだけど、はいはい、で黙る勇気ってものすごくあるんですよ。我々喋る人間からすると、喋るっていうか喋ってあの給料もらってる人間からすると、はい、3分間4分間じーっと黙って見てるっていうのはもう本当に長い時間に感じる、はい、でもねやっぱり黙アナウンサーが黙るとカメラマンとかディレクターが映像を作る人間が映像で今度勝負しようとしてくるわけです、ね、はだからこれの方がよほど緊迫感があって、うん、下手なアナウンサーが余計なコメントしない方がね、うん、あの見ている人もぐわっとこう集中できるようなね。だからアナウンサーって喋るものではなくて、なんか空間をそのコメントとコメントのなんか間をちょっと大事にすることが必要。あの書道がそうですよね。書道ってなんかあの白い部分の芸術だとかっていう人がいて、はい、あそうかと思ってね、ずっとベラベラのべつ喋り通すのではなくて、あの黙るというねインタビューもそうですけど、はい、黙ることの重要性っていうのは年々分かってきたような気がしますね。しますね。有森さんとは後日談としてあの時のインタビューはみたいなお話はされたことはないんですか？いや、そういう細かい話はしてないですけど、はい、その後ね、長野オリンピックで開会式の
担当だった時に、長野のオリンピックの開会式を担当する時にゲストで有森さん来てもらって一緒に開会式放送したり、でそこから何年ももう会ってなかったんですけど、ある時かつて僕は中央区の勝どきっていうところに、はい、ここから近いですね、そこですね、勝どきに住んでいて、で中央区のポスターをたまたま見て、その中央区民体育の日スポーツ大会とかなんかそういうポスターで、で、まあ、マラソン大会みたいなポスターなんです。そこにゲストランナー有森裕子って書いてある。ああそうか、有森さん久しぶりに会ってみようかなと思って、じゃあちょっと走る出場しようでね、当時もう51ぐらいか52ぐらいだったの、50歳以上5キロの部のがあって、まあみんな世代別に分けたりファミリーの部とかいろいろあるんですけど、で50歳以上の5キロの部にエントリーして、まあ30 40人ぐらいかな、その部のエントリーは。で40人ぐらいのね、最初の年11位か12位ぐらいだったんですよ。残念ながら入賞、8位入賞までいかなかったんですけど、それもその時にね、ゴールした時に有森さんは子供たちを迎えたりする、まあ、ゲストランナーで、でまた1キロ先までゴールから遡って、そこから子供たちと一緒に走って帰ってきたり、またそこへ行ってまた迎えたりっていうね、繰り返し走ってらして、でその時にたまたまゴールする時に有森さんって声かけた。え、さん何やってるんですかね。いやいや何やってる、これゼッケンついてるでしょって言って、走ったんですかっていう、うん、そうそうそう、有森さんと話しようと思って走ってきたって言って、ほんの一言二言それで会話して、でも忙しいからまたね迎えに行ったりして、でね翌年も出場したんですよ。で翌年ももう毎年彼女はゲストランナーで来てみて、翌年ついにね50歳以上の部で7位に、お5キロをね21分ちょっとぐらい、結構早いでしょ、ね、頑張ればなんとかなるんですよ、これでもね。それでね、だから8位入賞はステージの上に上がって有森さんから賞状を受けるんですよ。で7位藤井康夫さんと呼ばれて、で有森さんの、自分で自分を褒めたいと思いますって言いながらね賞状もらう、これ言いたかったんですよね。でその後も、まあ、プライベートで会ってね、じゃあ食事をしてとか そんな関係じゃないんですけど、その後東京マラソンとかね結構走るようになって、で東京マラソン走って帰ってくるとゴールに必ずいるんです、この人ね。でゴールでまたね、あれ何年前か、2018年だったかな、もう5時間以上かかって帰ってきた時に、有森さんいるわと思って、で有森さんって言って、藤井さん何もうフルマラソンまで走ってんのって言って、いやもう本当ね、もう足引きずりながらだから、もうゴールするときはもうね、でそこでまた立ち話で2分ぐらい有森さんと喋るわけです。この2分まだゴール前なんですよ、この2分なければもうちょっと記録が縮まってたんだけどもうね本当にしんどい思いで、2018年はねキプサングっていうね、はい、当時の世界記録を持ってた選手が来てて、で途中でスマホもポケットに入れながら走ってるから、なんかいろいろニュースとかなんとか見ながら、キプサング途中危険とかもうニュース入ってきてるんですよ。え、20キロ地点で危険ってことはキプサングに勝ったんだなって思う、うん、もうね置き去りにしたということにしたんですよいやだから彼女のおかげでね、50を過ぎてから結構走るよ、今もう日常ね走らないといられないぐらいに走ってます。で今年も3月6日に伸び伸びになってる東京マラソンが今のところ開催予定なんです。まだ中止にはなってないから、だから3月6日ちょうど1ヶ月先だけど、また大変な思いをして42キロ、そうだったんですか。